若狭役荒木博文です。はい、僕が演じる若狭という役はですね、まんじゅう屋を営みながら陰で大阪の街を守ってる人です。河原版屋三吉役佐藤久典です。僕が演じる三吉はですね、普段は河原版屋で、実は隠密であり桂木一郎という男なんですけども、あることを探っているという、ちょっと裏がある役でございます。中康介役上田寛大です。役どころとしましては、石倉三郎さん、そして久本雅美さんの息子役で、ちょっと抜けてる高青年ですね。はい、台本読みました？読みましたよ。読んだけどさ、はい、これ絶対錦織さんの演出でどうなるかは変わるような台本じゃなかった？どうとでも取れるでしょ。そうですね、なんかいろんな視野で、なんか攻め方って言ったら作り上げ方が多分変わっていきますよ ね。そうだよね。なんか思ったよりもっとすごい華やかになるのかなっていう、人を魅了させることを考えてる方が演出してくれるので本当に休む間もなくずっと笑いっぱなしで終わるんじゃないかなっていうのを感じました。だから多分それは作品としてこう見どころになっていくんじゃないかなと思います。喜劇という意味でですね、やっぱり僕石倉さんと久本さん の息子役っていうことなので、お笑いそしてお芝居、どういう感じで僕が作り上げていくかっていうのはまた、自分ももちろんですけど皆さんであったり演出の錦織さんで作り上げられたらなって。本当にいろんなジャンルの方がたくさんいるて、いざ稽古やったら確かに本当にいろんなものを体験できるんだろうなって思うので、それをたくさん見れるっていうのが楽しみですし、自分も何かにそこに挑戦していけるんだっていうのは不安もあるけど楽しみの一つだなと。ラン尾形公安なにわの事件帳、劇場でお待ちしています。